ええ、それはうちの聖書よ。神の助けを求める人にたくさん配ってるの。そしてそれはキリストの血よ。心惹かれるでしょ。シャルトリューズ、それはあなたには関係ない。さあ、もう行って。
この怠け者。この墓は忙しすぎて嫌になる。道具はなくなるし、地下墓地に侵入する者までいる。だが、中で綺麗なシタンの十字架を見つけたよ。女子修道院にあげようと思う。確かにフィリベールは昨晩ここにいたよ。追い払ってやったけどな、あのバカな酔っ払いには相当なツケがある。シャルトリューズを1年分くれるって約束してたんだ。あいつを信じた俺がバカだった。常連客に聞いてみろ、他に何か知ってるかもしれん。ここでフィリベールが何杯かおごってくれたわ。家族について喋ってた。孤児だと思ってたんだけど、よく知らないわ。話したってわけじゃない。音楽に夢中だったから。フィリベール？見かけてないな。それはなんだ？シャルトリューズか。かなり珍しいな。カルト教会の修道士がよくそれを作るが、修道女が隠してしまうんだよ。
リベール、数日前に商人のところに荷物を取りに行かせたんだが戻ってこなかった。フィリベールがどこに消えたかはフィリベールに聞くしかない。住所は教えてやるけど、まずは鍵を返してほしい。ええ、それはうちの聖書よ。神の助けを求める人にたくさん配ってるの。そして主は理由があってシャルトリューズを我々に与えたの。その名を汚すことは許さない。主に導かれただけでなぜ罰を受けるの？フィリベールには目的があったんだろうが、俺でもシャルトリューズには手を出すべきではないと知ってる。好きな武器を持っていけ。トゥイルディ宮殿に向かうんだ。オフィスに閉じこもってる男がいる。